柴田さんは、柴田さんはちょっとあの仕事の都合によりというか、やっぱお忙しい方なんで、ね、ちょっと今日は来てないということで。いるいるいるよ。いるだろ。まあちょっとすいません。ちょっと待って、こんなに作ったの。こんなにしっかり台本で作り出して、こんなにやる。ちょっとすいません。登場初めてかもしれない。もう一回やり直してもらえますか。ちょっとさすがにこんなシーンだと、ちょっとすいません、おつまみにもう。やりますみんなで。すいません、本当に。すいません、申し訳ございません、本当に。はい。では、すいません。12年ぶりなんですよ。そうですよね。はい、まあ、あのということで、楽しみにしていたんですけれども、はい、あの本日、うん、柴田さんは、まあ、来てますね。袖にいらっしゃいます。来てます。ちょっと待って。バカ。いらっしゃいます。はい、どうぞどうぞ。柴田さんです。お願いします。よろしくお願いします。アンタッチャブルとして CM で共演されております。実に12年ぶりということで。12年ぶり、はい、そうだったんですね。ってことはもう同じ干支だったってことですもんね。まあやったらそうね。もうそういう意味ではね。いやどういう意味だそれ。一周してるということで。そうですね。この干支でしかやらないでしょうかね、俺たちは。ね、お二人の中で、はい、12年ぶりというのは何かお気持ちの変化ですとかありましたか。あ、やっぱりなんかでも自然、12年ぶりにしてはやっぱ自然な感じでやらせていただいてるなというか、やっぱお上手ですから。いやもう言うわお前。お前新しい CM 見たか。いやいやすごい芝居がやっぱちゃんと俺のこれ見たかお前。いやあの大役をねもう本当にこなしで言ってたけど、あのね、警備の人が一般の人がね、間違えて挨拶されちゃったみたいなあったけど、そうそう、通行人の方ね、実際あったからね俺現場で。はいはい、こちらどうぞお通りくださいって言ってた中に俺いたんだから。巻きまーす。そうそう、これをやってほしかったんだよ。いやいやいや、すごい、こんにちは。すごい、来てくれたんですね。ありがとう。いや、今日初のサプライズ。俺もあっただろ。俺もあったんだよ。いや、来てたから。サプライズ。いたから、楽屋にいらっしゃったんで。いや、巻き場をだってさっき挨拶しただろ。オートレース用語で何と言うでしょうか。あ、第一から第三に入ってくる時、これはね、これはあの、僕知ってますから、これは、うん、あ、山崎さんは、はい、もう分かったという。もう第一、直線コースから第一がありますよね。そうですね。第一コーナー。第一、第三。第二は関係なくて第三コーナーにまた入るの。そう。なんで第二関係ないの、逆に。これも柴さんのもよくずっ今日やってたよね。いや第二の時も、第二の時は関係ないのだって。いややってもうほら。柴田さん大ヒント。今日やりました柴さんは。今日やりましたって何。はい、今日やりましたって。最初のほら。え？最初の登場。最初の登場で滑るってこと。滑ってると正解。いや、ちょっと待って、滑ってないでしょ。滑ったけれども登場滑りですよね。登場滑り。いや、滑る問題出さないで本当に。答えが滑るっていう問題絶対出しちゃダメなんだ。いや、今もやってます。今もまさにね。そうですね、今もやってますよ。まさにこの状態です。まさにこの状態。はい、この状態。怒ってるってこと。怒ってるじゃなくて。怒ってるじゃん。怒ってる。怒ってるじゃなくて。何、カロリー消費。カロリー消費じゃなくて、ほらこういう、こういうやつよ、ほら。いい加減にしろ系のやつ。いい加減にしろ系の、はい、山崎さん、はい、大正解です、はい、実は正解はツッコミなんです、あ、そうなんですか。ツッコミだったんですね。なんだと思ったんですか。逆に。なんだと思って。パーカーかなと思って。パーカーなわけなくない。